セグメント方式。セグメント方式。メモリーセグメンテーションは、メモリ管理の方式の一つ。プログラムやデータをセグメント、またはセクションという可変な大きさのまとまりで管理する。セグメントは、メモリ空間上で、情報の属性などによって分類されたグループである。セグメント方式で、メモリ位置を参照するには、セグメントを識別する値とセグメント内のオフセットを、 指定まるセグメント、または、セクションはプログラムをコンパイルした際に生成される、オブジェクトファイルでも使われており、それらがリンクされて実行ファイルが生成され、そのイメージがメモリにロードされる。セグメントは仮想記憶やメモリ保護機能を実現する、方式の一つである。プログラムのモジュールごとやメモリ使用法の異なる、クラスごとに、コードセグメントや、 データセグメントといった各種セメントが生成される。一つのセグメントを複数のプログラムが共有することもある。オペレーティングシステムは必要なプログラムやデータを色憶上に読み込み、ロールイン、セグメントとして管理する。読み込む際に空き領域が足りないときは不要なセグメントを補助記憶装置に対し、ロールアウトして必要な空き領域を作る。各セグメントは セグメントテーブルで管理され、セグメント番号とセグメントの開始アドレスが保管されている。各セグメントに属するプログラムやデータの字、アドレスは、セグメントテーブル内の開始アドレスとそこからの相対アドレスから算出する。セグメントは実記憶上に連続した領域として割り当てられる。セグメントの大きさが可変調なため、場合によっては、 実記憶上には空き領域の合計が十分にあるのに、連続領域が空いていないことがある。フラグメンテーション。セグメント方式とページング方式と組み合わせた方式。この方式では、プログラムコード用、データ用などの各セグメントが複数のページで構成される。これによって、一つのセグメントが連続したジップメモリに存在する必要がなく、外部断片化を防ぎ、 効率的にメモリを使用することができる。さらに、プログラムコード用のセグメントの書き換えを禁止するといったアクセス制限やリードオンリーのセグメントをプログラム間で共有することによりメモリ消費を抑えるといったことが出る。ページ化セグメンテーションは、マルティックスやアコスマイナス4のメモリ管理に採用されている。ページングに対応したシステムにおいても、 一つの仮想アドレス空間を区切ることでセグメントを実現する場合もある。例えば、プロセスが使用するコード、データやスタックを、それぞれ、0x1000 から 0x2000 までのコードセグメント、0x2000 から 0x4000 までのデータセグメント、0g000 から 0xfffff までのスタックセグメントに配置して使うことである。 ハードウェアがこうした方式のセグメンテーションに対応していれば、それぞれの領域に対してデータ実行防止のような保護をセグメントごとに行うことができる。この場合、CPU アーキテクチャの互換性が高くなるが、プロセス間でセグメントを共有するときにページテーブルを共有してメモリ使用量を削減するというメリットはなくなる。Linux はこの方式を採用している。 メモリ保護は、メモリ保護を実装する方式の一つである。ページ単位のメモリ保護もあり、両者を組み合わせることもできる。セグメントの大きさは可変であり、最小の場合1バイトとすることもできる。セグメントは通常、ルーチン群やデータテーブル群といったプログラム上の自然な領域に対応しており、プログラマから見えるようになっていることが差は。セグメントには、長さとパーミッションがある。 プロセスがあるセグメントを参照しようとしたとき、その参照の種類がパーミッションで許可されていて、その際のオフセットがセグメントの長さの範囲内であるときのみ参照できる。さもなくば、セグメンテーション違反などの例外処理が呼び出される。セグメントには、それがメモリ上のどこに配置されているかを示す情報も付属している。それは、 セグメントの先頭アドレスという場合もあるし、ページ化セグメンテーションならページテーブルのアドレスの場合もある。前者の場合、あるセグメントの範囲内の位置への参照は、セグメント内オフセットを、セグメントの先頭位置のアドレスに加算して参照すべき、メモリアドレスを算出する。後者の場合は、セグメント内オフセットとページテーブルの内容から、参照すべき、メモリアドレスを算出する。 セグメントには、そのセグメントが、主記憶上にあるか否かを示すフラグも付属している。主記憶にないセグメントへの参照が発生すると、オペレーティングシステムが二次記憶装置からそのセグントの内容を読み込む。セグメントが対応するページテーブルを持たない場合、セグメントの先頭アドレスは一般に、主記憶内のアドレスである。その場合ページングは全く関与しない。 インテル8386およびそれ以降においてはページングを使わずにそのようなアドレッシングを行う場合とページングを使ってページ化アドレス空間内のアドレッシングを行う場合がある。メモリ管理ユニット M はセグメントとセグメント内オフセットからメモリアドレスを求める処理を行いそのアクセスが許可されているものかどうかをチェックする役目を担っている。 パーソナルコンピュータ以降のコンピュータしか知らない。あるいはさらに16ビットまでのパーソナルコンピュータの内部は知っていてもメインフレーム等と同様の機能を持つようになった2ビット時代以降のパーソナルコンピュータの内部は知らないユーザー等はセグメントといえば次の節で述べる8086のセグメントしか知らないものもいるが8086がセグメントと称しているものは例外的な 全く異なるものである。一般に言う、セグメント方式を実装した初期のコンピュータとして、バロース B5000 があり、セグメント方式で仮想記憶を提供した最初期の商用コンピュータの一つとされている。このアーキテクチャの改良版は、ユニシスクリアパス、リブラサーバで2012年現在も使われている。GE-635 を改造した。 GE-645 は、セグメントとページングを追加サポートしており、1964年のマルティックスのために設計された。インテルイヤプックス432は1975年に開発が始まったが、マイクロプロセッサ上で真のセグメントアーキテクチャによるメモリ保護を実装することを意図していた。ストラタス、アポロといったコンピュータはいずれもセグメント方式を 採用している。リアルモード X86、8086、および286以後のプロセッサのリアルモードにおけるプログラミングモデルでは、セグメントレジスタと呼ばれるレジスタが存在するが、その振る舞いは上記で説明したアドレッシング手法とは全く異なる。また、メモリ保護や仮想アドレスのないモードでもある。したがって X86 のセグメントは、 メモリ保護のためのものでも、一般的に考えるような仮想アドレスのためのものでも、ない、同じ名前だが、基本的には、全く異なったものである。これらのプロセッサあるいはリアルモードにおける、プログラミングモデルでは、アドレス空間は20ビット、1ミブだが、アドレスレジスタ幅や、通常の命令フォーマットにおけるアドレス指定フールドは16ビットで、あり、これらの値は、 オフセットと呼ばれる。また、セグメントレジスタの幅も16ビットである。そして、セグメントレジスタの値16オフセットが、ジアドレスとなり、一ミブの全アドレス空間へアクセスする機構が8086における、セグメントと称されたものである。8086には、CS、DS、SS、ES の4つの16ビットの、セグメントレジスタがあり。 メモリアクセスの種類に応じて暗黙のうちにセグメントレジスタが選択される。命令フェッチなら CS データの読み書きなら DS スタックへのアクセスなら SS が選ばれる。以上のようなアクセス種別による暗黙の選択のほか、セグメントオーバーライドプレフィックスという命令の前置、就職機能があり、どれかのセグメントレジスタを明示的に選択することもできる。 8086の C 言語におけるメモリーモデルは以上のような変な命令セットアーキテクチャ的な仕様に対応するための変な規約のようなもので複数のオブジェクトファイル間でセグメントを共有する際の規約とかセグメントの使用法や結合法が規定されているといったような一般的な概念で説明されるようなものではない前の節で説明でわかるように 8086では、セグメントをまたがずに、アクセスできるメモリの範囲は64基部、65,536バイトであるので、コード量あるいは、データ量がその範囲に収まるならば収めてし、暗黙のセグメント指定のみで、アドレッシングするようなコードにすると、プログラムが効率的になる。そこで、明示的にファーなどと指定されないアドレスについて、 コードとデータのそれぞれのどちらも64基部以内のスモール、片方だけが64基部より大きいコンパクトとミディアム両方とも64基部より大きいラージ、さらに1個の配列などが64基部より大きくなることも考慮するヒュージのような核 EE キシーファイルと COM ファイルのようにコードもデータも同一の64基部に入るタイ といったようなモデルに分けられており、アプリケーションの規模等によって使い分けていたというのが8086の新言語におけるメモリーモデルである。X86 ファミリーが同じ名前だが違うものではない普通のセグメントの仕組みを持つようになったのは286のプロテクトモードからである。286で セグメント方式によるメモリ保護機能を持つプロテクトモードが追加された。プロテクトモードにおけるセグメントレジスタはグローバルディスクリプタテーブル、GDT ローカルディクリプタテーブル、LDT 等により示されるセグメントを選択するセグメントセレクタとされた。全体のアドレス空間は24ビット16ミブに拡大されたがオフセットは16ビットのままだった。 386IA-32 のプロテクトモードはページング方式も取り入れられページ化セグメンテーション、物理、論理とも32ビットの仮想記憶機能を持つようになったオフセットは32ビットに拡張された FS と GS というセグメントレジスタが追加された以上とは異なりインテルの先導により策定されたアーキテクチャではないが X64 では Microsoft Windows の X64 版は GS セグメントレジスタがスレッド単位のデータ構造を指すように言っている。Linux カーネルでは GS が CPU 単位のデータを指している。セグメントまたはセクションはオブジェクトファイルでも定義されている。異なるオブジェクトファイルにあるセグメント群はセグメント定義時に指定されたルールに従って リンケージエリによって結合される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。